大滝寺は、徳島県美馬市は基調に所在する新言、総大室派純別格本山の寺院。3号は、副大船。本尊は、西寺市大権源。四国八十八箇所総奥の院。四国別格二十霊場二十番札所。本尊新言、南無西寺市大権源五英化、霊法の岩間に開く法の道役を流して、主上ぞ救わる。 大滝山の山頂大師道不動明王が掘られた石、徳島県三馬市と香川県高松市の境にある大滝山の山頂近くの標高910メートルあたりにあり、別格20霊場のうちで最も高所に位置する。明治初期の神仏分離以前は、西寺神社本殿から西へ約50メートルの同じ段に当時本堂があった。また、今は不明になったが、 当時の奥の院が山上に有田木があったとの伝承がある。王子は阿波のふもとから佐ぬのふもとまで段下があったと言われ、夏子ダム方向から来る参詣者が多いが、脇町中央方面からの道で来ると、かつて繁栄していたのがわかる。伝承によれば、奈良時代の仁紀三年に行基が佐ぬ川から大滝山に登り、山上に一部を建立し、 阿弥陀三尊を安置したことに始まるとされる。空海は青年期に奥に大滝学に整理反じて旧門寺法を修したと辞書三教ゆびきに記しているが、この大滝学は当然とも阿南氏の太隆寺ともいう。平安時代前期の公認6年に空海が再びこの地を訪れて寺院を再興し西寺大権現の像を安置したと言われる。 天安二年には消防が上り、役除け役流の大駒を手法したと伝えられている。江戸時代には、徳島藩が老稲田氏の祈願書となり、高松藩の数計も集め、西寺市大権原堂、竜王堂、駒堂、観音堂、不動堂、工房大師三影堂、主郎堂があり、ずっと下方の民家からすぐ上がったところ、また、東方山中に、 奥の院熊の十二社大権限があった。しかし、幾度かの火災により多くは失われた。隣接する西寺市神社とは、神仏根高の山岳信仰宗教施設、西寺市権限として存在していたが、明治初期の神仏分離令により大田記事と西寺市神社とに分離された。その後、大正時代の両賀住職の時代は栄え、 大久保寺にも当住職の弟子が派遣されたと言われ、四国八十八箇所八十八番を打って当時に、訪れた変路もいたことから四国総奥の院と言われた。今でも、四国別格札所巡りの変路だけでなく、見客の、変路は登山を歩きで訪れる。大滝寺の境内から吉野川を望む高棚花の、里四国別格二十霊場十九高在寺、二十大滝寺一対三寺。 ありがとうございます。